あれを見ろ。ウッドローを捕らえろ。何としても逃がすな。チェルシー、今だ。全員かかれ。危ない、ウッドローさん。やばいやばい、ソリューレング。あー、またスタンじゃないや。なんかよく言い間違えるな。リオンが倒れる。リオンもろい。リオンがもろい、もろい。ソリューレング、例のリオンだ。こんなトーン、トーン、ヒエルレンザ、トーン、こんなソリューレング見ようか。ソリューレング、マジンかかれ。トリューレング、これも神の試練ですね。今だ、ディフィニット。ターゲットに特定のキャラが特定の連携を決めるのが戦士への挑戦、ディフィニットストライク。戦闘中で丸プラス丸で詳細を見れるから、戦いに余裕が出てきたらいざチャレンジ。他に邪魔されても泣かないように。なんかあるんかな。チェルシー、しっかりするんだ。怪我はないけど、ひどく衰弱しているわ。このままだと応急手当じゃ間に合わないわね。急いで町へ連れて帰ろう。よかった、目が覚めたか。ウッドロー様、ここはスノーフリアの町だ。私たちは助かったんだよ、ここにいる人たちのおかげでね。久しぶり、チェルシー。スタンさん、もうダメかと思いました。皆さんは命の恩人です。本当に助かったよ。君たちがいなければどうなっていたか。わしらがハイデルベルグを落ちる時から奴らしつこく追ってきたからの。当然といえば当然なんじゃが。どうして当然なんですか。どうしたんだ、みんなで俺のことを見つめて。あんた、ウッドローの知り合いでしょ。なのに何も知らないの。この男の名はウッドロー・ケルビン、ファンダリア王国の王子だ。なんだって。へー、ファンダリアの王子。普通誰でも名前くらい知ってるわよ。普通はね、ルーティー。だから張り切って助けに行こうって言ったのね。謝礼目当てなのが見え見えですね。うるさいわね。知らないものをわざわざ言うこともないだろうと思ったのだ。その説は声が聞こえないふりをしてすまなかったね、ディムロス君。我の存在を知っているのか。主はもしやイクティノスのマスターかの。イクティノス。この地に安置されていたソーディアンの名だ。いや、イクティノスを所有していたのは我が父、ファンダリア国王イザークだ。所有していた。イクティノスは今どこに。グレバムの手に落ちた。グレバムだって。父は城を襲った反乱軍を前に勇敢に戦ったが、グレバムと切り結び敗れてしまったのだ。それでイクティノスを奪われたのか。
グレバムにマスターの資質があるとは思いたくないがの。国王が倒されたとあっては確かに国が滅びたも同然だな。ひどい、どうしてそんなこと言うんですか。ウッドロー様がまだいらっしゃるのに。わしらがたまたま城にいたのは不幸中の幸いじゃった。ウッドローに親父の後を追わせずに済んだからの。それでこれからどうするつもりだ。すでに王国各地に撃は飛ばしている。だが戦力が整うまでには今少し時間が必要だろうな。じゃあ俺たちは先にハイデルベルグへ向かおう。スタン君たちは。そうだな、早い方がいい。少人数の方が動きも取りやすいだろうしね。実は私たちは神の目を取り戻すためにグレバムを追ってきたんです。そうだったのか。ならば私も同行しよう。道案内を任せてほしい。ウッドローさんはこの町に残った方がいいんじゃ。今回の騒乱を招いた原因は我が王家が安全を過信したことにある。私は国を乱した責任を取らねばならない。だったら私もお供します。ウッドロー様とどこまでも一緒です。お前のような子供に何ができる。ブー、私子供じゃありません。連れて行ってやるがいい。こう見えてチェルシーの弓の腕前は確かじゃ。こう見えてって何ですか。もうおじいちゃんまで。わかりました、二人とも一緒に行きましょう。ハイデルベルグへの行き方だが、私たちが会ったあの森を抜けるのが一番早いだろう。確かスノーフリアを出て西の方角でしたね。ドローがパーティーに加わりました。チェルシーもパーティーに加わりました。ハイデルベルグへはディルソの森を通って、ティルソの森を通ってハイデルベルグへ行って神の目を取り戻そう。ウッドローたちと出会った森を抜けるんだったな。はい、あそこはティルソの森って言うんですよ。ティルソの森。どうしたのマリー、もしかして聞き覚えあった。いや、多分ない。ティルソの森はスノーフリアを出て西の方角です。お役に立ちます。チェルシーはいつから弓を。3歳ぐらいですね。ならもう熟練の域だな、頼もしい。任せてください、どんな的も射抜いてみせますよ。ティルソの森はスノーフリアの西。スノーフリアの西にあるティルソの森を抜けてハイデルベルグを目指しましょう。オッケー、行こう。手紙を書こう。3、じっちゃんとリリスへ。俺は今ファンダリアに。ミスタン、あんたまだ手紙出してなかったの。ここはとても寒く、あーダメだ、手がかじかんで字が書けないよ。あんたが手紙を出す日は永久に来ないかもしれないわね。それは残念。あら、あなた何？無視ね、あなたセインガルドの人だったらリオンって名前の剣士様知らない？一度だけ遠くからお顔を拝見したことがあるのよ。すっごい綺麗な剣士様で私憧れてるんだ。そうか。あんなに小柄な体なのに屈強な男たちを引き連れて戦場で華麗に舞っているんだわ。ん？だから私リオン様をこう呼んでるのよ。セインガルドのバラってね。ん？私も同じ女だけど、リオン様になら同じ。リオンはセインガルドのバラの称号を取得しました。
してその正体は、仮面つけてくんな。仮面つけよう。はあ、仮面つけそう。同胞ですよ。私はもしかしたらファンダリアの生まれかもしれない。本当ですか？じゃあこれからは私たちの国のために頑張りましょう。何としてもグレバムを倒さなければ。マリーさんのような方が一緒でよかったです。川残業。ファンダリアの王子を助けたとなればきっとたくさん謝礼がもらえるわね。ファンダリアが滅びてしまったらどうにもならないけどね。そうはさせないわ。グレバムを倒してファンダリアを取り戻すのよ。そして謝礼をがっぽりと。念のために言っておくけど、私たちの一番の目的は神の目よ。そんなわけで行こうか。サティルスの森にやってきたよ。この森を抜けるとサイリルの町だ。まずはそこを目指そう。はい、わかりました。あの町が今も無事であるかどうか定かではないが。ウッドローさん、すまない。こんなことを言っても始まらないな。必ずグレバムを捕まえてファンダリアを取り戻しましょう。俺たちも精一杯頑張りますから。スタン君は良きマスターへの道を着実に歩んでいるようだね。剣の技量も人間としての度量も以前と比べ格段の成長ぶりだ。俺、マスターにふさわしい人間になったと思いますか？とんでもない。お前などまだまだだ。リムロスには聞いてないだろ。腕はいくらかマシになったが感情の抑制が甘い。そんなことでは肝心な時に振り回されるぞ。だから聞いてないだろ。君たちはとても相性がいいようだね。見ているだけでわかるよ。こんな口うるさいやつとですか？心外だな。スタンさん、マリーさんの様子が変なんですが。マリーさん、どうかしましたか？お前、行くところがないのか？なら私と一緒に来るか？名前はなんて言うんだ？私は誰かと雪の降る森を歩いていた気がする。懐かしいような恐ろしいような、思い出したいような違うような、一体どうしてしまったのだろう。わからない。どうやら記憶が蘇りつつあるよね。おそらくここの雪景色が彼女の心を刺激しているのよ。焦って思い出そうとしなくていいわ。ゆっくりね。ありがとう、ルーティ。森を抜けてサイリルの町へ。サイリルといえばね、ずっと依頼でサイリルのパッカードがどうのこうのって言われてたけど。ファンダリアというのは聞き死に勝る寒さだな。ほら、根を上げるわけ？そんなはずがないだろ。さっさと森を抜けてサイリルの町へ行くぞ。ルーティーの格好はとても寒そうだと思う。マスターの資格。マスターにふさわしい人間か。私にその資格があるのだろうか。え？私は父のようにイクティノスをこの手につかむことができるのか。ウッドロー様。やっぱり子供？リオンさん、二度と私のことを子供扱いしないでくださいね。チェルシー、向こうで一緒に雪だるまを作らないか？作ります。楽しそう。やっぱり子供ですよね。くだらんな。まあまあまあ、森を抜ければサイリルの町なんで。さっさと森を抜けてサイリルの町へ行くぞ。行くぞ。行くわよ。ゴール。さあ、久しぶりに保留戦。ビエイ。ゴール。ゴール。じゃあ、そう。ゴール戦。
行列伐採が小賀ハガン行くわよ行くぞ月下月下ほんすげえ高さいい高度だよしキエンほんみんなよくやったないや弓キャラだね私はいやー弓キャラだねチェルシー空からの連続射撃通常攻撃も特技も弓技そんな彼女の特徴は多様な属性の弓技と全てに弓技が空中でも出せること二段ジャンプを活用し敵の攻撃が届かない場所から弓矢の連携を決めろすごい頼もしい頼もしいバックアタッカー遠距離キャラだねち雪が道を塞いでるこれじゃあ先に進めませんね回り道なんてありますかウッドローさん大丈夫だよスタン君周りに熱代謝をし続ける特殊なレンズがあるこれはそのレンズをはめ込んだ指輪なのだ初めて見ましたさあスタン君この指輪を使って目の前の雪を溶かしてみるんだはいやってみますおソーサラーリング来ましたよもうシリーズおなじみの四角でソーサラーリングからうんちゃらかんちゃらできますが時間が時間なので一回ちょっと収録一回止めようさあそれではテイルズオブデスティニー、ソーサラーリングを手に入れたところからですねおおなんか敵いるし行くぞ関係ないし鳥ちゃんウサギだったのにウサギいねえじゃねえかこらうわうわこがはぐでででで。起きて。ででで、ちょっと待って、本当にまずい。チェルシーが死んでるし。それ。あそうかセミオートだと自由に飛べないジャンプができない大丈夫かここどこだあれできるやんあーうっとうしい行けないしあれスタート手強いやつらだったなディフィニットストライクを決めると必ず気絶さらに連携だアイテム入出確率が2倍に同じ種類の敵には1回だけ決められるから残り1体になった時に狙うのがおすすめだあそうこのシリーズではそんなにバシバシできるとは思いにくいと思います行くぞ行くぞソウルレンガガンキエンチェルシーあの木は何か言ってたかいや特に何も欅さんとお話ししていたんです負けられないこれが灼熱の炎だ。ブラストゲージには秘密の使い方が。ダメージを受けている間に L1 を連打することでゲージを 50% 消費してのけずれ状態を中断できさらに HP 回復効果でピンチを切り抜ける戦闘不能になるくらいなら最後まであがいてみようなるほどねそういうこともできるよとあ、向いとき。
サイガーゴーレス総流レンガさん小賀破壇ハイターハイターハラグレンケン負けるわけにはトウ総流レンガさんいかにくわハラダンキャンシュハヤテグレンケン炎がよく響きよう月下トリュウケントリュウケン癒しの弓よ切り裂けトウ総流レンガさん疾風よさあレッグアーク早くやるなまだやれるマジンマジンガン見せてやろうただでは済まさん熱唱総八負けられない理由があるのだよウドローさんのブラストキャリバーが見られたよ寒い時は温泉だねそれにしても寒いわねファンダリアはこれがきついわどっかで温まりたいな温泉とかあるといいですねうん、それいいわね現実逃避している場合ではないぞあー、いい湯だな寒さのあまりに夢の世界に逃げ込んだみたいねいやー、寒いのはちょっと嫌だなグランチェン効率危険愛友情勝利だね優勝努力勝利激凛私のことを子供って言いますけどリオンさんはそもそも何歳なんです16だ私は14です大して違わないじゃないですか背だって同じくらいだしまるで違うお前と僕を一緒にするな今のチェルシーの一言確実にリオンの激凛に触れたわねチェルシーさん、怖いもの知らずですねいやいや、まあ身長のことに関してはね触れられたくないもんですさっさと片付けるわよここがサイリルの町ねパッカード探そう雪道を歩いたせいで体が冷え切ってしまいましたこの町も反乱軍の手に落ちたか私はひとまず外で待機していよう見つかって騒ぎになってはことだからね私もお供します見慣れない連中だな誰だあ、マリーじゃないか私のことを知っているのか何言ってるんだよ一緒に戦った仲だろう私がお前と2年前の戦いで死んだと思ってたよくそこうしちゃいられない隊長に知らせてくる待ってろどうした何かあったのかこれはダリス隊長ちょうどよかったま誰だお前まさか似てはいるが人違いのようだあいつではないそんなはずはだってそれより今からハイデルベルグへ戻る二人とも同行しろはっかしこまりました用が済んだらすぐに立ち去れ早くこの国から出ることだあんたもしかしてマリーの知り合いなんじゃない待ってくれお前は警告はした次に会ったら容赦はしないマリーさん今の人のことを何か覚えてるんですか？わからない。わからないんだが。マリー大丈夫？少し頭が痛いだけ。平気だ。ここは彼女にとって縁が深い場所みたいね。記憶を司る部分が刺激されているのよ。この町が。フィリア、ウッドローたちを呼んでこい。今なら人目につかず町に入れる。わかりましたわ。マリーちゃんじゃないかいつ帰ってきたんだいよく生きてたね私はすっかり死んだと思ってたよあの最近は本当にいいことが続くね戦いには勝つしイザークも死んだしこれもみんなグレバム様のおかげだねあの人が運を運んできてくれたんだグレバム様だってマリーちゃん
もう家には戻ったのかい？家？マリーの家があるの？どこ？町の西さ。壁が緑色だから行きゃすぐわかるけど。あっと、買い物の途中だった。それじゃまた後でね。どうやらこの町では王家の人間は歓迎されていないようだな。あんな言い方ひどい。気にしちゃダメですよ。きっとみんなグレバムに騙されてるんだ。話はそう単純ではないぞ。何がだよ。グレバムを歓迎する人間もこの国にはいるということだ。この町は反乱軍の拠点かもしれんの。そんな。とにかく長居はすべきではない。補給を済ませ次第すぐ町を出ろ。その前にマリー、どうする？あんたの家へ行ってみる？行きたい。記憶を取り戻すきっかけになるかもしれない。はい、決定。みんな行くわよ。聞いた話が本当か確かめないと。こちらにはウッドローもいるのだぞ。余計な行動は慎むべきだ。余計な行動じゃないわ。大切なことよ。そうだよ。このまま放ってはおけない。やむを得ん。ならば急いで行け。 OK、 マリーの家に、壁が緑の家に、マリーの家は町の西に。マリーの家へ行きましょう。町の西にある壁が緑色の家よ。 OK、 サイリルの風景。マリー、この町の風景に見覚えはある？わからない。あるような、ないような。ルーティー、急かしてはダメよ。マリーの心に負担をかけてしまうわ。そっか、ごめんね。マリー、私が焦っても仕方ないわね。いや、心配してくれるのは嬉しい。ありがとう、ルーティー。魔王知恵。